って曲を作ったりみんなのフォローをすることだけじゃないのかも。美咲が笑顔になって嬉しいわ。元気が湧いてきたかしら。まあちょっとはね。そのありがとう心。お礼なんていいわ。私は自分がしたいことをしただけだもの。よし、元気が出てきたところで美咲の悩みについて考えましょう。元気があれば悩みなんてパビューンと解決できるはずだわ。え？いや、今ので結構解決したんだけど。なんか心配かけちゃってごめん。ううん、メイ君が元気になってよかったよ。うん、本当に。こうしてまた笑顔で全員集合できて嬉しいよ。待って、全員じゃないわ。ミシェルがいないもの。最近よく来ると思ってたのに、また美咲に任せてお休みしてるのかしら。何度も説明してるけど、ちょっとした事情がありまして。まあいいわ、またみんなで壁画の続きを描いていきましょう。でもこれほとんど完成してない？みんな好きなもの一通り描いたし、それなりにできてると思うけど。でもまだ完成って感じがしないのよ。なんだか足りない気がするの。言われてみればちょっと物足りない感じがするかも。思うことは同じだね。実は私も何かが欠けているような気がしていたんだ。みんなそうなの？はぐみも何か足りないなって思ってたんだ。そんなに何か足りてないかな。なんだかみんなで書いた感じがしないのよね。みんなで。あ、わかったわ。この絵、美咲が何も書いていないのよ。あたし？そういえばミシェルは書いてくれたけど、ミー君は書いてない。どうやら足りないものの正体はそれのようだね。ミッシェルが書いてるなら私も書いたことになるんだけど。ミッシェルが書いてもミー君が書いたことにならないよ。そう、ミッシェルはミッシェル、ミサキ